前回のあらすじ。シッ！そして物語は続いていく。おはようございます。戻ってまいりました。僕は今日こそここをクリアしようと思います。いけるかな、ラララ、いけるかな、君はいけるかな。分かったよ。だからいかにミスをなくすかってことなんだよ。要するにいかにこの後ろの奴らの圧力っていうかプレッシャーを全て跳ねのけて、いかにこのミスなくこのまま行くのかっていう、まあ、力量を求められてる。だからいかに心の強さを求められてる。完全なる何者にも動じない、何が現れても全てをかわすことができる心の強靭さを求めている。それをやることができるのかっていうことがこれからの目的だ。なかなかやってくれんな。だから今んとこいい感じじゃない。おお、引っかかれよ。化け物、やめろ。貴様絡み合ってくんじゃねえ。まったく。こういうことなんだよな。心を乱されちゃいけないんだ。分かったぞ。俺は慎重になる。これから。今回で学んだ。俺は全てにおいて慎重になる。あのクソザルども、本当皆殺しにしてやりてえな。どけ。バカ弟が。てけ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 。俺にプレッシャーをかけるじゃないわ。余分なプレッシャーをかけて。どけ。あれに絡まられてめちゃくちゃ遅くなんだよ、マジか。よーし、よし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 。よし。まあ、希望はある。希望はあった！希望はあったぞ！いけるいけるいける。もう終わりか、もう終わりか。あぶね。ここあれだ。もうショートカットして。施設。あれ。これ。悪魔の土地だな、ここは。壁だな。ここはもう序盤の壁だわ。とてつもない、ね、A4 でいうカイナッツ王あたりかな。ここはカイナッツ王城。なんでやねん。無駄にカーブするからいけないんだけどさ、無駄にドリフトとか使っちゃいけねえんだよ。こうやればいいんだ。これなんかだいぶな、こう奴らはなんか外回りすっか。だからこういかにいかにかわすか。邪魔もう果てしなく邪魔。もう何なのこの人は。ブンスカ。ちょっとブレーキをかけて無駄な動きを少ない感じにして、そうこうやっていけばいいんだ。そうすれば多少はなんか、だがあの後ろからのハエの音はなんかとどまらない。あの音はとどまることしな。邪魔、頑張れ。よし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 。あの独走野郎、あれだ、独走1で独走してるやつだとぶっ殺すだけだ。これをガーってやることによって、よしよし、今のいい感じだったかよ。でこれもガーってやって、たまにはちょっと大胆に行こうと。勝てんじゃねえかこれ。負けるな。何か秘策を考えろ。よし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 、追いついてきた、いい感じだ。よーしよ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 し、お前の背中取った、後ろ取った。危ねえ今の。よし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 、よっしゃ。祈りが通じた。今イチャップしたな。これで死んでもまあだ、まあチャンスは増えたとか。あと2個、あと2個やるぞ。ここまでいけんじゃねえか。多分いけそうだな。加速しろ。ああダメか、ロケットラッシュがスタートラッシュだっけ。成功しねえな。うい、誰か引っかかれ、俺の仕掛けたトラップに。
引っかからないか、誰か。そっち見ればいいんだよ。逆走してるなんて分かってんだ、そんなことは。やべ、ちょっと奴らがこの間に挟まれたらちょっとまずいな。ほら、まずいぞ。ここで、どん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 頑張ってる。やめろ、俺もどん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 なっちまった。嘘ですよ。なんてことだ。これを考えたらいかに64のマリオカートが簡単だかってことだよ。まあ、確かに、スーハミのマリオカートあれだよ。槍があるよな。まあ、槍があるっちゃあるよ。まあ、はめられるっちゃはめられるけど。くっそー。赤コーラ救ったか。俺の赤コーラ大作戦が救った。一体こうクリアする前に何分、どのぐらい費やしてやろうか。このパートで一体どのぐらいを、どのぐらいの時間を費やすかっていうことは、俺が何回負けるかによるんだよ。何回負けるかによって、このパートの長さが変わってきてしまう。ということは、それを考えたら俺は勝たなければならない。一番短くするためには、今すげえな、よく合わせたな。キノピオ、関根のろみ晴らしてよ。邪魔だ、おめえからだ。やろうな。キノピオ、てめえマグマでそこに落としてやるから。貴様をマグマに落とす。溶かしてやる。キノコヘッド、あれだ、溶かしてやる。ハゲにしてやるから。かくましとけよ。あぶね、今、あれがいたじゃねえか。ドスがいたじゃねえか。よーし。あぶな。ぴょーん、全然飛ばねえじゃねえか。だよ、今のミスったな、使いどころ間違えた。クソ、クッパ城アナロドレンだ。おー、ヘッポコ二人組、クサルコンビが、やめろ、クサル兄弟が。めっちゃガタガタ、なんかあれだね、めっちゃ壁にぶつかってるよな、あいつら。何が起きてんの一体。せめて2位だろ。2位を取ろう、2位を取るぞ。いや、そんな弱ければどうする、そんな弱ければどうするんだ一体。記念の条件、貴様床で埋まってろ、頭突っ込んでろ。いける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 、俺のせいでいける。よーっしゃ、バカやってる、バカめバカめ、貴様には負けん。どけ、勝つ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 ぞー。何なんだこれ一体。勝ちます、私勝ちます。スピード勝負だ。やっぱコイン集めるとスピードが上がるんだよ。言い忘れてたけど、こうやってコインいっぱい集めた、コインコインコインって。だからこれ集めるとスピードが上がるから、だからいかにその間にあれだよね、頑張るかね。いかにそのこの 5周の間にいかに頑張ってコインを集めまくって、やつらとのなんていうの、経済格差を埋めるかっていう、そこがまずある俺たちの目標というか。よーしよ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 し、まあ調子に乗る、調子乗ってはいかん。あえて今の内側に行ってもいいんだけど、外側から行くことによってちょっとやっぱ安全通路を確保。今のすげえな、今のすごくないか。やっぱヨッシーの強さはどっかにぶつかって、壁にぶつかってちょっと速度が落ちてしまったとしても、そこからの巻き返しが早いってことだ。加速が強いからな、こいつは。加速力がある。危ねえな、これ取っとくか。もういいよ、これ取っとこう。来たるべき時まで。俺はこれを取っとく。よし、こうやって一瞬ぶつかったけど、ダメだ。まだダメだ。まだ使わん。お前らいいのか、そんなんで。いいのか、そんなことして。お前、俺は何持ってるか知ってんのか、貴様ら。ほら。これ、のこのこと恨みを買ったな。別に構わないけど。これは殺し合いだから、これはもう殺し合いだからしょうがねえ。やめんか、マリオカートという名の殺し合いだから。やばいぞこいつは。全員やる気ままないわ、目がギラギラしてっから。俺は知ってるよ。まだいける、まだいける。目の前にいる、1は目の前にいる。よし、1は目の前だ。きたー。どうする、使ってしまえ。ここで使う、ここで使わないで使う。うん、よし、くそ、間に合い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 。あー、くそ、間に合いなったか。まあ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 、まあこれでいくつだ。
27、33。まあ要するに1位を取んなきゃいけないんだな。あーこうか、頑張るか。じゃあさあいけるか。ここで1位を取らなければな。1位か2位だな。1位か2位を取ればここでもここでのあれだ。よし、当てたやつになった、見事。どうすっかな。相手に敵にぶつかるとコイン落とすんだよ。それが厄介なんだよな。だからあんまぶつかったらそれイコールこっちのスピードが落ちるってことだから、それをどうにか回避しなきゃいけない。使いどころミスったら、まあいいや。ノコノコより上だったりってことよ。そう、貴様ら徒党組んだが、まあ、最悪まだあと2回か、まあ、チャンスあるから、まあ、そうやって言うちも言ってらんねえんだよ。そうやってるから敗北につながるんだよ。そう、ゆとりの心を持ってるから。よし、これで勝つ。日頃の恨みを晴らす。なんかあれだな、カーブが難しいな。ほら、よしで勝つぞ。ういうい。さあ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 、来てるんじゃないかこれは。やめろやめろ、話せばわかる。俺たちは話せばわかる。チャンピオン、チャンピオンとのピーチ、こいつがあれだな、クセモノだな。こいつに負けらんねえぞ。いや、俺は勝たなきゃならない。よし、あれだけだ。あ、邪魔だ。くっそ。やめろ。貴様ら。よし、素晴らしいカーブ。あれだ、あれに乗るんだ。あれに乗れ。あれ、あれだ。あの、ダッシュ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 。あー、ダメだ。上のやつらゲラゲラゲラ笑いやがって。ピーチに負けるイコール俺たちの敗北だから。これだ、絶対にこれは1位か2位を取らなければならない。それかのこのこ下の方に追いやるか。でもそれはほぼ確実に難しいので、めちゃくちゃ難しいので、もうこの時点でも絶望なんで雷とか出ねえかな。状況よ、どうにかならねえかな。すなわなんかあれだな、ノコノコのがいいのかな。雷来い、雷来い、来たー。どけ、キノコヘッドが。よし、華麗なるドリフトレ、でかい。これ抜かして、かなり強いの。雷強すぎだろ。よし、よーし。あー、ピーチが邪魔だな。ドンキーじゃねえんだよ、ピーチが邪魔なんだよ。こいつをどうにかしない限り俺には勝利がないぞ。コインを取ろう。あ、そう、コインを取りまくる、コインを取りまくる作戦というわけでやるしかない。あー、こうやって引っかかんだよな。もういかないか。何周目、4周目か。どこで使うかな。これ使うところ見せたな。うい。さあ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 、勝利は見えるか。ダメだなこれは。きたー、これで勝つ。俺はこれで勝つぞ、絶対勝つぞ、絶対勝つ。もうこれ勝たなきゃ俺はもうダメだ。殺せ殺せ、こいつを殺せ。よし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 、いけいけいけ、やってくれ。よし、勝った、勝った。あぶねあー、よかった。とりあえず勝ったな、圧倒的な。それ勝ったぞ。あー疲れた。
あーよかった。おめでとうございます。ちょっと待て、まあ、ちょっと待って、俺は見たいんだよ。どうなってんだろう。150じゃん、行こうじゃん、まあ、よしでやんじゃん。とりあえず選んで、あ、俺クリアしたか。俺実況内で やった記憶はないんだが、やったのかな。まあいいや、次はスターカップいつかやろうと思います。戦争チャンス。